2章。さてその頃、人の住む全地に登録を命ずる布告がカエサル・アウグストゥスから出た。この最初の登録はクレニオがシリアの総督であった時に行われたものである。それで全ての人が登録をするため、それぞれ自分の都市に旅立った。もとよりヨセフもダビデの家、また家族の一員であったので、ナザレの都市を出てガリラヤからユダヤに入り、ベツレヘムと呼ばれるダビデの都市に登った。約束通り彼に嫁ぎ、今は身重になっていたマリアと共に登録をするためであった。彼らがそこにいる間に彼女の出産の日が来た。そして彼女は男の子、ウイゴを産み、これを布の帯でくるんで貝羽桶の中に横たえた。泊まり部屋に彼らの場所はなかったからである。またその同じ地方では羊飼いたちが戸外に住んで、夜間に自分の群れの番をしていた。すると突然エホバの御使いが彼らのそばに立ち、エホバの栄光が彼らの周りにきらめいた。そのため彼らは非常な恐れを感じた。しかし御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見よ、私はあなた方に民のすべてに大きな喜びとなる良い便りを告げ知らせているのです。今日ダビデの都市であなた方に救い主、主なるキリストが生まれたからです。そしてこれがあなた方のための印です。あなた方は幼児が布の帯にくるまり、貝羽桶の中に横たわっているのを見つけるでしょう。すると突然大勢の天軍がその御使いと共になり、神を賛美してこう言った。上なる高きところでは栄光が神に、地上では平和が善意の人々の間にあるように。それで御使いたちが彼らを離れて天に行ってから、羊飼いたちは互いにこう言い始めた。ぜひベツレヘムまで行って、エホバが私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようではないか。そこで彼らは急いで行き、マリア、それにヨセフ、そして貝羽桶の中に横たわっている幼児を見つけた。彼らはそれを見ると、この幼子について自分たちに語られていた事柄を知らせた。すると聞く者は皆、羊飼いたちの話す事柄に驚嘆した。しかしマリアは心の中であれこれと結論を下しつつ、こうして語られる事柄すべてを記憶に留めていった。それから羊飼いたちは自分たちが聞いたり見たりしたことすべてについて、神の栄光をたたえ、また賛美しながら戻っていった。自分たちに告げられていた通りであったのである。さて、8日が満ちて彼に割礼を施す時になると、その名もイエスと名付けられた。体内に宿される前、御使いによって付けられた名である。またモーセの律法に従って、その清めの期間が満ちた時、彼らはエホバに差し出すため、その子を連れてエルサレムに登った。エホバの律法に、胎を開く男子は皆エホバに対して聖なるものと呼ばれねばならないと書いてある通りにである。またエホバの律法に、山場と一組、もしくは若い家場と二羽と述べられているところに従って犠牲を捧げるためであった。そして見よ、エルサレムにシメオンという名の人がいた。これは義にかなった敬虔な人であり、イスラエルの慰めを待っていた。そして聖霊がその上にあった。さらにこの人にはエホバのキリストを見るまでは死を見ないということが聖霊によって神から啓示されていた。さて彼は霊に動かされて神殿に入った。そしてその両親が律法のしきたり通りに行うため、幼子イエスを連れて入ってくると、自らその子を腕の中に迎え、神を褒めたたえてこう言った。祝
主権者なる主よ、今こそあなたはご自分の宣言通りこの奴隷を安らかに行かせてくださいます。私の目はあなたの救いの手立てを見たからです。それはあらゆる民の見るところであなたが用意されたものであり、諸国民からベールを取り除くための光、またあなたの民イスラエルの栄光です。するとその父と母は幼子について語られる事柄を終始不思議に思っていた。またシメオンは彼らを祝福したが、その母マリアにこう言った。見よ、この者はイスラエルの多くの人が倒れまた再び立ち上がるため、そして非難を浴びる印のために置かれています。そうです、長い剣がまさにあなたの魂を貫くでしょう。それは多くの心の推論が暴かれるためなのです。さて、アシェル族の者でパヌエルの娘である女預言者アンナがいた。この女はずっと年を取っており、処女の時から7年間夫と共に暮らしたが、今はやもめであり84歳であった。この女は神殿から離れたことがなく、断食と祈願と思って夜昼神聖な奉仕を捧げていた。そしてちょうどこの時間に近くに来て神に感謝を捧げ、またエルサレムの救出を待つ人々すべてにその子供について語り始めた。こうしてエホバの律法に従ってすべてのことを果たしてから、彼らはガリラヤへ、自分たちの都市ナザレに戻っていった。そして幼子は成長して強くなってゆき、知恵に満たされ、神の恵みが引き続きその上にあった。さて、彼の両親は杉越の祭りのため年ごとにエルサレムに行くのが習わしであった。そしてイエスが12歳になった時であったが、彼らは祭りの習慣に従って登って行き、その期間の終わりまでとどまった。しかし彼らが帰途に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っていて、両親はそのことに気づかなかった。一緒に旅行している連れの中にいるものと思い、一日の道のりを行ってから、親族や知人の間に彼を訪ねて回った。ところが見つからないので、彼らはエルサレムに引き返して丹念に探してみた。すると3日後に彼が神殿に降り、教師たちの真ん中に座って、その話すことを聞いたり質問したりしているのが見つかった。しかし彼の話すことを聞いていた者たちは皆、その理解力と答えに終始驚き惑っていたのである。そこでイエスを見て彼らはすっかり驚いてしまった。そして母が彼に言った。子供よ、どうしてこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、父上と私は痛む思いをしながらあなたを探していたのです。しかし彼は言った。なぜ私を探さなければならなかったのですか。私が自分の父の家にいるはずのことをご存知ではなかったのですか。しかしながら彼らはイエスが話した言葉の意味を悟らなかった。それから彼は両親と共に下ってナザレに来た。そして引き続き彼らに服しておられた。また彼の母はこうした言葉をすべて心の中に注意深く収めた。そしてイエスは知恵においても身体的な成長においても、また神と人からの恵みの点でもさらに進んでいった。